sky as we're dancing in the heat. Let the waves come sweep you off your feet. Turn the volume to the sky and raise your hands up high. Make the party echo through the night. Oh, 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 oh. お店に着きましたので、はい、メニューを選んでいきましょう。やっぱ俺生しらす丼かな。まあそれが一番だ。でも生しらす丼と、釜揚げしらすのハーフ丼にします。江ノ島サイダー来ました。亀の甲羅が江ノ島になった。しかもさ、果汁 10% 未満ってことは何かの果汁が入ってんの。レモン、レモンだ。レモン果汁、なんか爽やかなサイダーみたいな感じの味で。でもレモンの味もあるし、うん、あと甘い。ちょっとはい、おお、すげえ。ラムシロス、はい、はい、すげえ。A セットです。ハーフ&ハーフのシロス飲んできました。うまっそ。ハーフもいいんだ。ハーフ両方2回美味しい。2回美味しい。これがね、あの江ノ島の名物、醤油をかけて食べる。いただきます。まずは味噌汁からいきます。めっちゃうまい。何より新鮮。あとね、海苔と生姜がうまい。あー、やっぱりでも現地で撮ったやつだからな。昨日遊ばせてきた。その点で美味しいですよ。本当にうまい。ちょっと腹痛治ってきた。思ったよりも美味しい。さっぱりしたものとか、魚っていうのを食べたいときは釜揚げしらす。なんかお寿司とか、なんかそういう生物みたいなの食べたいときってあるんで、そういうときは絶対生しか。どっちが？まあ生しか食べてないけど、強いて言うなら生しです。歯に乗りついてる。ごちそうさまです。ごちそうさまです。うまかった。本当。それでは次の食べ歩きへ、レッツラゴー、レッツラゴー。ちなみに残り財布俺あと3500円。やめろよ。それでは向かいたいと思います。ショーショー、行こうで。この有名なタコ船の場所にね、ですけど、そこ結構並んでるイメージはあるけど、ここですね。このせんべいが有名なせんべい屋、これが近いと思います。生のエビをまず押してこう締めてからのせんべいのソースみたいなやつをやって、またこれ締める。ありがとうございます。さっきの生のエビがこうなっちゃいます。
これ食べちゃいけないんだ。香ばしい。どうぞ。あ、絶対うまい。エビ本体。さっきまで生だったエビだ。まず質感が全然違いますね。飯って感じがする。エビの味する。うまい。これエビの尻尾の部分。200円の足湯いきます。200円で足湯入れますよ。いいね。うん、じゃあ足湯いきますか。足湯と。この夏、真夏の暑さの中入るもんじゃないと思いますので、暑いもん。シラスを買っていこうかなと思います。どれにしようかな。これで1個ください。はい、ありがとうございます。シラスは全然ありますか。プレゼントで、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、Thank you, boy! Hey! はいはい、タッチ。Hey! Hey! 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 Bye! Bye! また来てね、Bye! Boy! Hey! It's your best! ありがとう。ありがとう。はい、ね、今ね、とっても甘くて美味しい時期ですね。じゃあ、うちのブランドバッグ、お持ちください。はい、すごい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。またお持ちします。ホビッチョさん、このお兄さんに変わった方がいいです。あ、お兄さん、分かった。はい、よっしゃ。じゃあナッシュ300っていうナッシュ300グループなんですか。わかりました。はい、調べてください。お願いします。ありがとうございます。お寄りいただいてありがとうございます。はいはい。で、109番様、これメンバーにしました。おあとは110メンバー、他のメンバーに。メンバー様、ありがとうございます。ブランドバッグです。ありがとうございました。はい、ということで今日は江ノ島での釣り、そして食べ物巡り、一日ね。いやね、釣りも楽しかったし、でも今日の一番の思い出はずっとたくさんの荷物を持って一番後ろを一人ぼっちで歩いてたことかな。現地の人かも。そう、あとちょっとサンダル連れでね。あ、サンダル。俺今日だって名前4つじゃなくて現地の人だった。すごい楽しかったね。なんか一日こうやって外に出ることもあんま最近なかったから、なんかこうやってね、釣りだったりとか食べ物を食べたりとか、ね、とてもいい一日になりました。はい。日焼けが。日焼けがもう。もう色変わっちゃって。俺意外とさ大丈夫だ。こことここの色がもう、あとね、ここほら、あ、やってる、出た。それこのつけてたところだけが白いっていう。俺ね、大丈夫。やっぱ現地の人はね、ただの慣れてるからもやっぱり現地の今日はね、もう、明日のライブのために、そうだね、もう早めに帰ってゆっくり休みたいと思います。江ノ島、よかったね。江ノ島、いい場所でした。初のライブ撮影、江ノ島、うん、いい場所でした。次は、あなたの街に行きます。まあ、どこかわかんないですけど、まあ次もまたこうやって外に出てロケできたらいいなと思いますので、はい、ぜひ皆さん楽しみにしててください。はい、江ノ島、最高。
Yeah!